ジェイ先輩です。ノクタン。ジェイコだよ、ノクタン。バージョンが 3.0 から 3.1 に上がり、新キャラも増えた今。残すところこの骨とパンダ。モルタッチオとカバローレベル100にして、リロールを取る実績くらいかなと思います。残ってたね。まあ厳密に言うとまだ隠しキャラはいますし、デス様と戯れることもできるのですが、まあ普通に遊ぶという意味ではそこまでかなと。そうだね。ということで、まずは骨で、レベル100ってことは実質クリアするつもりで、ハイパーの方がレベルは上がる気もするけど、まあノーマルの方がクリアは現実的ですからね。効率よく取っていきましょうか。そうね。ああ、ペンタグラム。え、まさか。選んじゃった。何やってるの、宝石が消えるじゃない。完全に欲に目がくらみました。例の進化を見てからというもの、ペンタグラムが使いたくてしょうがない。気持ちはわかるけど、レベルアップの邪魔になるんじゃないの。そうですね、強化しないと定期的に邪魔されます。序盤は武器も乏しいっていうのに、全く何をしているんだか。少なくとも2番目に取るような武器ではなかった。びっくりしたよ。まあその分早めにレベルアップできると思えば。ああ、アイテムまで消されちゃうし。でも画面外のは残ってた。それが分かっただけでもオッケー。前向きね。王冠王冠。もう進化させる気満々だ。正直他の武器を後回しにしてでも進化させたい気分。まあ進化したら確かに強いけどさ、それまでがきつすぎるというリスクはあるよね。酪農場なら間違いなく途中でアウトでしょうね。ここだからギリまだいけてます。さあどんどん強化していきましょう。武器の進化を踏まえたアイテムを取っていきますよ。よしよし、あまり強化できてないからいいぞ。武器が射出系が多いのが気になるけど、ペンタグラムが補ってくれることを期待して。それに実はモルタッチオは射出系が強いんですよ。そうなんだ。武器の数がレベルで増えていくので、最終的にものすごい数を出すようになります。まあ上限は3つだったかと思いますが、パワーアップとかアイテムまで含めると相当増えるんじゃないかな。なるほどね。まあそれもあって射出系もいいかなと選んだところはあります。こんなに辛そうでも大丈夫ですしね。聖書がいい仕事してるね。それに斧の威力も高いから、貫通力を高めるといい感じです。左から必死に追ってくる。右に行きたいので構ってあげません。まあ跳ね返った骨が当たってますけども。聖書にはこれだな。集まってきてるね。ボスをここに閉じ込めちゃえ。強いね。早ければこの辺で進化できます。今回はまだまだかな。絶対ペンタグラムのせいだ。まあ否めません。全然問題なく進めるな。気持ちいいくらいです。お、ようやく石化面の場所に着いた。まだ取りません。そうね、アイテム欄が埋まってからじゃないともったいないね。あと一つ、何を取ろうかな。もし武器の雷の指輪が取れれば、アイテムは自由に選べますし。え、消えてないよね。さすがに廃棄アイテムは。よかった、あった。ロザリオとか肉がいっぱい出てたらそこから離れた方がいいな。雷の指輪以外の武器を取った場合、その武器が進化するためのアイテムを取りたい。ということでまずは武器次第かな。
そうなるね。ここで出てきたのが炎の杖。磁石を取って聖水を狙う手もありますし、スキップすることもできるけど、まあここは炎の杖でいいかなって。進化アイテムは攻撃力アップのほうれん草なので、どんな武器とも相性がいいのもポイントでしょうか。なるほどね。まだ進化しない。今のところ十分なくらい強いね。結局範囲系は聖書とペンタグラムだけですけど、それでもちゃんとパーソナルエリアが保たれてます。いいですね。あふん。強烈なパーソナルエリアだこそ。たまに見るものすべて消し去りたくなるエリアなんです。その衝動は受け止めてあげたい。なぜ親目線なんだろう。ということで無事ほうれん草をゲット。これでもともと進化しない骨以外は全部進化します。まあその骨もいずれアップデで進化できるようになればいいなと、勝手に期待しているところですけどね。やっぱりその時は巨大な骨になるのかな。確率で出てどんな敵でも一撃、とかね。面白そうです。さて、鉄仮面も取ったし、あとはひたすら進化を狙うだけです。やったー。まずこれが来たのは嬉しいね。これでやり放題だ。やり放題って。気持ちよすぎます。しかもやっぱりこの技の時だけ宝石の色が変わるな。色鮮やかになるよね。その点もまた気持ちいいです。今まで残してきた宝石もちゃんと集めてくれてるでしょうし、無駄になってないのが嬉しいですね。まあ進化前は散々消してくれたけどね。むん。まあそれは許します。だって今がすごすぎるし。まあね。もうアイテムを消すこともない。ロザリオの企画でも問題はないね。ということでちょうどここで戦うのが良さそうだな。最悪こもれる場所もあるし。よし、この近辺で最後まで耐え抜きます。斧とかの音もまたいいね。多少ずれててもいいリズムを刻んでくれます。いつの間にか画面外のボスも倒してくれてるんだよな。ちょうど出現した瞬間だったのかな。しかも進化。気持ちいいねー。死神の鎌。全方向を網羅するのはありがたいけど、その分上下には弱くなっているかな。進化前とどっちがいいのか悩むところだね。まあでもかっこいいから好きです。全然敵が近くまで来れないね。せっかくのペンタグラムも敵が少なくて残念です。また今度はヘルファイア。聖なる杖だね。どんどん進化してます。あとは聖書だけかな。真っ先に進化してほしかったけど、まあ現状でも強いし、というかそもそも役に立ってないからいいか。敵がそこまで来れないもん。
強すぎて話にならない。ただこれを繰り返すだけになってる。しかしここでボス登場です。彼にはペンタグラムもつかないし、多少頑張らないかな。え？もう倒した。そうか。ということでこれで全部進化しました。骨も心なしか大きくなってるよね。あ、はい。バイクラインにはなってるでしょうか。ものすごい風を投げているので、この真上にある空間に逃げ込むと、グーントレーターと同じくものすごいことになります。貫通しないけど何度も跳ね返る必要でしょうね。単純な威力としてもこちらは強そうだしね。この終盤でも敵を寄せつけません。左にも出ているんだよな。さて、もうすぐレベル100です。ああ、近くに来ちゃうと危ないよ。ほら、だから言ったのに。ボスでスラッシュされちゃう。集まってくる時が気持ちよすぎます。この時間でも余裕だね。お、でも徐々に停所まで届くようになってきたな。ほんとだ。メデューサヘッドは強いんだね。小さいから密度も濃いのでしょうな。停所の形に宝石が。どんどん集まってます。ただそれも、一瞬で終わります。中盤の敵でも容赦なく敵から強いよねー。本気でペンタグラムはおすすめかも。まあ逆に比率したい方にはおすすめできませんけど。まあね。さあ最後の1分はどうだ。出てきたー。まだ侵入は許してない。大丈夫そうですね。案外跳ね返ってる骨もいい働きしてそう。そして聖なる杖にヘルファや、全方向に死にがいの鎌か。いいなこれ。危なくなってもペンタグラムさえ発動すれば大丈夫だしね。これ言ったな。ロボリを使うまでもなかった。どうだった？はい、さようなら。せっかくだから最後に使って終わろう。そして恒例のレベルアップ。ありがとうございます。ということで無事モルタッチュでレベル100を達成です。ちゃんと強化できれば問題はなさそうね。残るパンダくんでも大丈夫でしょう。よし、じゃあ次回はパンダくんと見せかけて裏技で出せる隠しキャラで遊ぼうかな。裏技、ぜひお楽しみに。ノクタン、また見てくれたら嬉しいな、ノクタン。